皆さんこんばんは。今夜はここ阪神甲子園球場から阪神対中日の一戦を実況川内直樹でお伝えしてまいります。タイガースの先発はエースの井川、対するドラゴンズの先発は大ベテランの山本昌となっています。さあ間もなくプレーボールです。さあ注目の立ち上がり、ドラゴンズの攻撃、トップバッターは荒木。さあ1球目、おチェンジアップ外れました。胸元チェンジアップ決まってストライク。ワンエンドワンから第3球を投げた、打ちました。セカンドボールを取る、ファーストを取る、一塁アウト、ワンアウト。右バッターボックスは2番第1球を投げた、インロー打ちました。井川ジャンプ、これはヒットになります。二塁送球、ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは3番福留、投げました、内角際どいボール。さあ2球目、打った、ぐーんと伸びていく、いったか、どうだ、入るか、見送った、ホームラン、ホームランです。先制ツーランホームラン、バックスクリーン左、ドラゴンズ先制2対0。バッターは4番タイロン・ウッズ、投げました、スライダーボール。第2球を投げました、速球決まってストライク。投球3球目、チェンジアップ打った、ボールを取って一塁送球、一塁アウト。バッターは5番森野、投げました、初球はストライク。第2球を投げました、速球見送ってボール。投げました、打った、詰まった当たり、セカンドボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって2対0、ドラゴンズ先制点を挙げています。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは赤星、インローギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。さあ次の投球です、ストレート決まってツーナッシング。さあツーナッシングと追い込んだ。第3球を投げた、打った、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは2番関本、カーブはストライク、ボールカウントワンナッシング。第2球を投げた、打ちました、ヒット、打球は左中間に転がっている、二塁送る、セーフ、関本ツーベースヒットを放ちました。ワンアウトランナー二塁に変わります。ここでバッターボックスはシーツ、投げた、打った、今とジャンプ、ショート取りました、アウト、スリーアウトです。1回の裏が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは6番ダレックス、外側見送ってボール、ノーストライク、ワンボール。1球目ボールから第2球を投げました、ストレート空振り。第3球を投げました、高めボール球打った、鳥谷両手を広げて取ってアウト、ランナーアウト。左対左の勝負になります。さあ初球打った、ライト前に出る、取ってアウト、ツーアウト。右バッターボックスは8番谷繁、投げました、直球ストライク、アウトローへ。第2球を投げました、チェンジアップ決まった、ストライク。さあ追い込まれました、高め打ちました、ヒット。さあ2アウトからのランナーが出ました。バッターはピッチャー山本昌、第1球を投げました、インハイギリギリいっぱい、ストライク。さあ2球目、外れたボール、一塁へ牽制球を送ります。ワンエンドワンから投げました、
アウトサイド打ちました。ファースト取った。一塁へアウト。スリーアウトになりました。ファーストランナー残塁。2回表が終了して2対0ドラゴンズ、この回無得点です。これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは金本。第1球を投げた。ライト際どい球、ノーストライクワンボール。第2球を投げた。スライダー見送ってボール。ノーツー。アウトコース直球外れてボール。第4球を投げた。スライダー決まってワンスリー。ワンエンドスリーから第5球を投げた。大きなスイング空振り。ツーストライクスリーボール。さあ6球目インサイド打った。ショート取った。一塁送球、一塁アウト、ワンアウト。右バッターボックスは5番玉中。ストライク。インコース厳しいところ、まずは初球決めてきました。投げました。変化球ストライク。インコースへツーナッシング。打ちました。飛びついた。一塁送る。一塁アウト、アウト。これで2アウト。今見事な守備を見せました。第1球を投げました。スライダーはボール。第2球を投げました。見送ってボール。さあ3球目。投げました。流し打ち。森のジャンプ。ファウルボール。投げました。直球空振り三振。スリーアウトチェンジ。最後はスイングアウトの三振に倒れました。2回が終わって2対0ドラゴンズ、2点リードは変わりません。投げました。直球見送ってボール。外のボール球打った。サードつかみました。ただこれで2打席連続のヒット。一塁アウト。バッターは3番福留。これが2打席目になります。第1球を投げた。打った。赤星落下点構えて掴んで、これで3アウトになります。最後はセンターフライに打ち取られました。3回の表が終わって2対0ドラゴンズ、この回の攻撃は0で終わっています。3回の裏2点を追いかけますタイガースの攻撃。この回の先頭バッターは矢野。打ちました。ファースト送り、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは8番藤本。投げた。打った。ヒットになります。ボールは中継。さあワンアウトからのランナーが来ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターはピッチャー井川。外角低めいっぱいストライク。第2球を投げました。一塁線転がった。一塁へアウト。ツーアウトです。そしてここでバッターは赤星。第1球を投げました。ライトも打ちました。一塁送球、一塁アウト、二塁残塁。序盤終わって2対0ドラゴンズ、2点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは4番カイロン・ウッズ。打った。これで2打席連続のヒット。バッターは5番ロリノ。第1球を投げました。チェンジアップを、まずは内角。投げました。打ちました。ボールを掴んだ。一塁送る。一塁アウト。右バッターボックスは6番アレックス。投げました。まっすぐ決まった。ストライク。第2球を投げた。外角高め。判定はボール。ワンエンドワンから第3球を投げた。アウトの直球ストライク。ストレートでグイグイ押してきます。さあ4球目。インコースわずかに外れてボール。高めいっぱいかわす三振。スリーアウトチェンジ。ドラゴンズこれで三者凡退のイニングが続いています。
4回表が終了して2対0、ドラゴンズこの回0点に終わっています。お、ストレート外れました。高めに浮いています。投げた、第2球目は関本、集中しています。投球3球目、インサイド判定は棒。第4球を投げた、直球ストライク。ここは1球見ました。次は5球目、投げました。アウトコース高めいっぱい、ストライク。フルカウント。さあ6球目、カーブ、空振り三振。バッターは3番シート、これが2打席目になります。さあ1球目、低め見送ってもボールカウント1ボール。胸元変化球ストライク、ワンストライクワンボール。投げました、ショートのゴッドビー、あと抜かれた、ヒット、セカンドへ。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは4番金本、今日2打席目。真ん中低め直球ストライク、まっすぐできました。ワンナッシングから投げました、打った、取った、二塁送る、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。4回が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは7番井上、これが2打席目になります。初球を打った、切れていきます、ファウル。第2球を投げました、ストライク、決まった。井川追い込んでいます。追い込んでから第3球を投げた、引っ張った、一塁アウト、井上、これで2打席連続のヒット。まっすぐ決まった、ストライク、内角低めいっぱい。第2球を投げた、直球ストライク、インローへ、ポンポンと追い込んできました。打った、ファーストへ、一塁アウト。バッターはピッチャー山本昌。チェンジアップはボー、まずは外角、ワンボールから投げた、第3球を投げた、チェンジアップはストライク。投げました、直球打った、掴んだ、ファーストへ送る、アウト、これで3アウト。ドラゴンズまたしても三者凡退に終わっています。5回の表が終わって2対0、ドラゴンズこの回の攻撃は0で終わっています。これからタイガースに攻撃に入ります。先頭バッターは5番浜中、第1球を投げました、カーブ決まった、ストライク、ワンストライクノーボール。投げました、決まった、ストライク。投げました、低めいっぱい、見逃し三振、見事なピッチング。バッターは6番鳥谷、これが2打席目になります。第1球を投げました、スクリュー外れてもこれはわずかに低いか、ボールワンから第2球を投げました、高めの球、見送ってストライク。直球打ちました、ボールを取って1塁へ、1塁アウト。バッターは7番矢野、第1球を投げた、スクリューはストライク、まずは高め、ワンナッシング。第2球を投げた、スクリュー決まった、ストライク、ツーナッシング。打ちました、セカンド掴んだ、1塁へ、アウト、スリーアウトです。最後は内野ゴロに倒れました。前半終わって2対0、ドラゴンズ依然2点リードを保っています。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは1番荒木、今日3打席目、初球引っ張った、これはヒットになります。荒木初安打。バッターは2番井端、第1球を投げた、初球突っ抜けました、インハイ外れてワンボール。ストライク、胸元厳しいところ、ワイドは第3球を投げた、ボール、直球外れました。さあ4球目、直球外れました、
内塁牽制セーフ。次が不気味め投げた井端選んでフォアボール。井川これが初めてのフォアボールになります。投げました膝元直球ストライク。ワンナッシュから投げました。第2球目はボール。第3球を投げました。打ったヒット、センターからセカンドへ、二塁はセーフ。さあ追加点のチャンスにバッタータイロン・ウッズ今日3打席目。投げました、低めわずかに外れてボール。投げました、打ったファールボール。ワンエンドワンから投げました、チェンジアップ外れました。ワンストライクツーボールです。遠くに外れたボール、1球外してきました。ワンエンドスリーから投げた、低めチェンジアップ決まってストライク、ツーストライクスリーボールです。さあ6球目打ちました、ヒット、バックホーム間に合うか。ドラゴンズリード3点に広げました。タイロン・ウッズタイムリーヒット。左バッターボックスは5番森野。さあ1球目直球ボール。第2球を投げた、直球もインハイへ。第3球目を森野よく選んでいます。第4球を投げた、アウトコース高め打ちました、ヒットになります。三塁ランナー今ホームイン、ドラゴンズさらに1点追加。森野センター前へのタイムリー。バッターは6番ダレックス、これが3打席目になります。打ったバックホームホームアウト、三塁のセーフ。バッターは7番井上、今日3打席目。さあ1球目外角高めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。打った井川ジャンプショートのグッドビー、二遊間ライナー破った。ドラゴンズさらに1点追加。井上センターへのタイムリー。そして迎えるバッターは谷繁、井川登板、エグサ満塁の場面での登板です。投げたフォークボール見送ってストライク。第2球を投げました、低め打ちました、センター取りました、バックホームアウトか。ここで迎えるバッターは山本昌。さあ1球目ストレートをわずかに外。第2球を投げました、直球ストライク、インローへ速い球できました。第3球を投げました、打ったセカンドボールを掴んだ。6回の表が終わって5対0ドラゴンズ、この回3点を加えています。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは8番藤本、投げましたストライク、久本厳しいところ、ワンナッシュから投げました、スクリュー決まってストライク、バッター追い込まれました。さあ3球目インコースのボール左へ、掴んでワンアウトになります。バッターはピッチャーエグサ、代打はスペンサー。背番号26タイガース選手の交代をお知らせいたします。バッター第1球を投げました、ストライク、インコース厳しい球、まずは初球決めてきました。ワンナッシュから投げた、直球決まってストライク、早くも追い込みました。追い込んで第3球を投げた、打順トップに帰って赤星、これが3打席目になります。第1球を投げた、直球空振り、少し迷ったか、打った流し打ち取って、これで3アウトチェンジ。山本昌この回も三者凡退に抑えています。中盤終わって5対0ドラゴンズ、5点リードは変わりません。いよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは荒木、江草マウンドを降りまして、ダウン今日3番手としてマウンドに上がります。投げた打ちました、ボールは後ろファウルボール。低めスライダー決まってストライク。第3球を投げました、打ったファウル。さあ4球目外角低め、タイミングは三振。
バッターは2番2番だ。投げました、真ん中にストライク。初球まずは入れてきました。投げました、おっと届け、インハイ外れてワンエンドワン。さあ3球目ストレート打ちました。これはショート一塁送球、一塁アウト。そして左バッターボックスには福留。投げました、打ちました、これは大きい。ドラ、これはいったか、いったか、諦めた。ホームラン、ホームランです。ソロホームラン福留、今日これが2本目のホームラン。この試合を決定づける一発。バッターは4番カイロン・ウッズ、これが4打席目になります。初球から打っていった、ファールボール。投げました、直球打った、ボールを掴んだ、一塁送る、一塁アウト。7回表が終了して6対0ドラゴンズ、さらに1点を追加しています。7回の裏タイガース、ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは2番関本、初球引っ張った、打球はレフトへ。井上バックしていった、取って、これでワンアウト。バッターは3番シーズ、ストレートをまずは外、打った、ファーストへ、一塁アウト。バッターは4番金本、今日3打席目。第1球を投げた、インコースの変化球ストライク、スクリューを使ってきました、ワンストライクノーボール。第2球を投げた、打った、グーンと伸びていく、見上げた、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。甲子園はお祭り騒ぎ。バッターは5番浜中、投げた、ストライク。胸元厳しい球、ワンナッシング、ワンナッシングから第2球を投げた、打ちました、ショートのグッドビー、あと取れないの、枯れた、セカンドへ送る。浜中、今日初めてのヒットを放ちました。左バッターボックスは鳥谷、これが3打席目になります。投げました、スクリューオフを、まずはインコース、インコース、ストレート外れても、第3球を投げました、カーブ、見送ってボール。次が4球目、スクリューはストライク、1球見送りました。さあ投球5球目、よく見た、フォアボール。山本昌、この試合初めてのフォアボール。バッターはベテラン矢野、今日3打席目。第1球を投げました、打った、セカンドから一塁送球、一塁アウト。7回の裏が終わって6対1タイガース、あと5点を追いかけます。これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番森野、スライダー決まってストライク。さあ2球目、速球ストライク、バッター追い込まれました。内角ボータも打った、ファーストへ送り、一塁アウト、ワンアウト。バッターは6番アレックス、今日4打席目。グーンと打球は伸びていく、伸びる、まだ伸びる、まだ伸びている、入った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、バックスクリーン左横に打ち込んだ。7対1ドラゴンズ、リードを6点に広げました。バッターは7番井上、これが4打席目になります。打ちました、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト。バッターは8番谷重、投げました、インローを攻めても、第2球を投げた、直球ストライク、胸元厳しいところ、ストライク、胸元厳しいボール、チェンジアップを使ってきました。第4球を投げた、打った、ショートボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトになりました。8回表が終了して7対1ドラゴンズ、この回も1点を追加しています。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは8番藤本、これが3打席目になります。山本昌、降板、鈴木、今日2人目のピッチャーとして登板です。打った、ショート取った、一塁送る、一塁アウト、ワンアウトです。バッターはピッチャーダーウィン、
さあ初球、初球すっぽ抜けボール、インコース外れてワンボール、ストレート見送ってボール、ボール高めわずかに外れた、ノーストライク3ボールです。第4球を投げた、ストライク、ひざ元厳しい球、変化球ストライク低め、投げました、ストレート打った、飛びついた、ヒット、ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターはトップに帰って赤星、鈴木、マウンドを降りました平井、今日3人目のピッチャーとして登板です。第1球を投げました、膝元直球ストライク、第2球を投げました、カットボール打ちました、掴んだ、2塁へ、2塁アウト、1塁転送、1塁セーフ、そして右バッターボックスには関本、さあ1球目打ちました、これはヒットになります、サードへ送る、タイガー今日7本目のヒットを放ちました、バッターは3番シース、今日4打席目、投げました、外角高めの変化球ストライク、ワンナシン、投げました、打った、ボールを取って一塁送球、一塁アウト、これで3アウトチェンジ、ランナー2人残塁です。8回の裏が終わって7対1ドラゴンズ、6点リードは変わりません。さあいよいよ最終回に入ります。先頭バッターはピッチャー平井、ダーウィン、交番佐々木から今日4番手としてマウンドに上がります。ピンチヒッターは立浪、代わりまして佐々木原、背番号40ドラゴンズ選手の投げました、打ちました、しまった当たり、取り谷余裕があります、取りました、これでワンアウト、打順は1番に入って荒木、第1球を投げた、打った、鈍い当たり、ヒット、2塁送球、荒木、これで今日は5打数の2安打、ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターは2番井端、打った、ヒット、ボールは中継、荒木、2塁でストップ、井端、これで今日は4打数の2安打、ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。バッターは3番福留、打ちました、初球打ち、ヒットになります、センターバックホーム、セーフ、ドラゴンズさらに1点追加、福留今日4安打4打点の大暴れ、ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。そしてバッターはカイロン、打った痛烈な当たり、左中間上がった、大きな打球だ、大きな打球だ、入った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです、スリーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、佐々木原打たれました。左バッターボックスは5番森野、今日5打席目、佐々木からマウンドを降りまして能見、今日5番手としてマウンドに上がります。第1球を投げた、高め、直球外れてボール、ボール、チェンジアップを使ってきました、投球3球目、ストレート打ちました、掴んで2アウトになります。右バッターボックスはダレックス、これが5打席目になります。第1球を投げました、内角、ストレート決まってストライク、投げました、スライダーボール、外へ、ワンストライクワンボール、投げました、あっと抜けた、危ない球、バッティングカウントになって第4球を投げました、アウトロー打った、ボールを掴んだ、送球がそれた、アウト、これで3アウト、9回の表が終わって11対1ドラゴンズ、さらに4点を追加しています。これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは金本、平井、交番、岩瀬、今日4人目のピッチャーとして登板です。第1球を投げました、直球見送ってボール、振り遅れ、第3球を投げました、打ちました、これはいった、左中間大きいぞ、入った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです、ソロホームラン、金本、今日これが2本目のホームラン、タイガースファン大喜び。
球を投げた。低め判定はボール。第2球を投げた。スライダーはボール。スライダーボール。内角へ。ノースリー。際どい球選んでフォアボール。ストレートのフォアボール。バッターは6番鳥谷。鳥谷一塁へ1つ牽制球を送りました。セーフ。第1球を投げた。打った。センター取りました。ファーストへ。アウト。勝利まであと1人。バッターは7番矢野。スタンドからは必死の声援が続いています。変化球ストライクインローへ。まずは初球決めてきました。第2球を投げました。直球ストライク外角高め。さあ次で終わってしまうのか。インコース低めいっぱい見逃し三振。三球三振。ズバッと決まりました。試合終了。ドラゴンズ大差で勝ちました。実況担当川地直樹で甲子園球場からお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。いいでした。またね。またな。